はい、本日はですね、珍しく自宅の方からお送りしております。いつもはね、事務所の方からお送りしてるんですけども、本日は自宅の方からお送りということで、僕は演者で出てるんですけども、カメラマン嫁蔵さんです。よろしくお願いします。お願いします。はい、もう夜のね、時間になってるんであんまりうるさい声でできないんですけども今日は何の話をするかというとですね、30歳以上やったらこれは絶対ご自宅に持ってくださいというのをね、僕ら夫婦でお届けしていこうと思いますが、これ何の案件動画でもございません。僕らがただただ使ってよかったっていうのをね、7つご紹介していこうと思う。なんで笑ってんねん後ろで。なんで笑ってんの。疲れてるからかな。疲れたけど頑張っていこう。はい、ということでやっていきたいなと思います。まずじゃあ早速今日は一つ目から紹介いきたいなと思いますが、ちょっと今日の流れ言うの忘れてました。今日の流れではただただ一個ずつご紹介していって、その時の感想とかね、あこれいいねっていうのを話していこうと思いますので、嫁さんも喋らんとね、僕ばっかり喋ってたら意味ないから、よろしいですか。はい、ではまず一つ目からいきたいなと思います。一つ目ですこちら、ズドン、玄関からいきます。はい、玄関どこかなと思ったらね、この指見といてくださいね。ピューこちらなんですね。めちゃくちゃいい。これ何がいいかって言ったら、嫁さん言ったって。え、何がいいか言って。自動で鍵が開け閉めできる。その通り、閉めるモード、うん、で開きモード、こんな感じでね、開きます。で、まあ、別にこれはね、付属でついてくるわけじゃなくて、後で買わなかね。でこれは我が家には僕もあるし、嫁もね一応あります。両方ともあるんですが、はっきり言ってね、これはどっちでもいいね。何が一番いいかって言ったら、閉め忘れちゃったかなっていう時とか。そう、絶対閉め忘れないね、うん、例えばじゃあ愛する派に行ってくるねっていうやんか、うん、でこれやってじゃあバイビーって言ったら、もうこのまま閉じ込めといてやろうか。鍵がないんですよ、ね、こうやってね、勝手に閉まるから閉め忘れが 100% ない。これがいいかなと思います。ただ我が家の場合、うん、オートロックやから結局鍵持ってかなか、下を開けようと思ったらオートロック言うから。ああそうだね、はい、だからまあオートロックじゃなかったらね、一軒家とかいいかもしれないですね、うん、オフィスにまたやりたいなと思います。では2つ目いきたいなと思う。2つ目はこちら、ズドン、手洗い系。帰ってきたら皆さん手洗いすると思うんですけど、こういうねイソップのね、いい香りのやつやってもいいんやけども、これこういちいちシュッポシュッポするのめんどくさいから、本来やったら僕ほんまこれもやりたいんですよ、自動で。ああそれもあんねん。あるね。でもここにね、低下したら勝手にクリームが出てきて、もう一回いいですか、こんな感じ。はい、たまにこいつ一人でずっと叫んでるけどね、ムイ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 言ってるけど、水に反応してで、こうやってバーッと手洗ってで、こっちにアルコールあるから、アルコールをで、これで完璧に綺麗になるということで、タック入んないから、あの鏡越しで映ってもらっていい？あ、わかりました、うん、こうやってね、そうそうそう、自動でもう全部がこう完結すると、うんうん、で結構安いね、値段も。へえ。このハンドソープみたいなのは多分2000円とか3000円ぐらいであるし、うん、このアルコールのやつも2000円3000円ぐらいあるみたいな、うん、で中はキレイキレイとかで入れ替えてるだけやから、そんな高いもんじゃないし、うんうんうん、いいかなと思います。はい、ちなみに僕使ってる化粧水こちらです。安いやつですけどね、たまに聞かれるからお話してください。あとセタフィルだっけ、なんだっけ、ぬりぬりするやつ。あ、これだ、うん、これはね、あの嫁のお父さんが使ってたっていうことで、嫁にあのおすすめされたんでね使い出したらどっぷりハマっちゃったっていうことで嫁のお父さんと、まさか一緒のものを使っておりますがね、コストコで買ったらしいよ、お父さんは。あ、そうなんや、うん、俺は楽天で買ってくるけどね、うん、で次3つ目いきます。もうこれは絶対持っとかなくて、これね、洗濯機なんですけど、ドラム式洗濯機で、もう何がいいかって言ったら乾燥までしてくれる。だから一回バーッと掘り込んで、例えばこんなんとかバチコン掘り込んで洗濯機回したら、もう次4時間後には乾燥した状態で出来上がるから、もういちいちベランダ行ってハンガーやってっていうの俺はもうやってないや、うん、もう1年3、4ヶ月か、うん、めっちゃいいめちゃくちゃいい。何がいいって、冬とか今までフードとか乾かなかったけど、その必要も、うん、その必要ないやん、うん、絶対乾くもんな、うん、これももうあって大正解よね。ちょっと高いけど、うん、最初これは展示品で買わせてもらったから、そんななあれやけど、それでもまあ20万近くするもんな、うん、あ、そう、うん、覚えてない。はいこれが3つ目ですね。あのちゃんと読み蔵コーナーとかもあるのでね、ちょっとこれはお見せできませんので次行きたいと思います。次4つ目、はい、ノースフェイスのタオル隠し
これ何個目って言ったか忘れたけど、はい、じゃあ次こちらですね、ウォーターサーバー。ウォーターサーバーはもういいってめっちゃ言ってて、これ実はね気に入りすぎて家にもあるけどオフィスにも全く同じやつかなで使い方も全く一緒やから、うん、まあ別にそんなこだわりないし同じやつでええかっていうことで、でこの中のねペットボトルをこう変えてやっていくんですけど、これが12リッターぐらいでなんか何週間に1回届くみたいな感じにしてて、でまあこれでねここのロック外してボタンを押してグッとやってあげたら水が出てくると。でこっちは逆にお湯が出てくる。でもこれでカップラーメンすぐ食べれちゃうみたいな、うん、まあ僕はちゃんと沸かすんだけどねこれ左右でいつも飲んでるもんな、うん、あったかいのとかな。私はねお腹冷やしちゃいけないから。じゃあ次は5個目いきたいなと思います。はい、ズドンセットでご紹介。こちらは、アイロボット系ですね。ブラーバとルンバです。最初ブラーバを買ってずっと使ってたんやけども、拭き掃除もいいねんけどちょっとゴミがねあの取れてへんっていうのがあったから、もうちょっとルンバ買っちゃおうってことでルンバ買って、これも気に入りすぎてここにもあるけどもオフィス用も一応ありますでオフィスの場合は2階建てやからこいつ上がっていかへんから買ってちょっと失敗だなと思うねんけども、うん、まあまあまあ1階は綺麗になるよこれでな、うんうん、で段とかあったらなちょっと困るから、一軒家の人どうしてはるかちょっとわからんねんけども、確かに、まあマンションやったらこれ1台でもう完結しちゃうと、うん、でこれ回してあの掃除機でバーッと吸わしてる間にこいつも同時に動かして拭き掃除させるっていうので、うん、もう帰ってきたらピーカピーカの状態で帰ってくれるやん、うん、でブラーは無理やねんけどルンバは外出てる最中でもアプリから行けんねん、うんうんうん、なんか掃除しといて言うたら掃除しとくねんやんか、うん、まあそんな感じでねやってるから、これどういいよな。いいよ、だって旅行中とかさ、あちょっとルンバ回しとこうみたいな感じでさ、ちょうど家帰る前とかになパッて回しといて、うんうん、2時間ぐらいで終わるかな。そんなかかんの？1時間半から2時間ぐらいかかると思うね。こんな隅々まで全部何回も行くからマッピングしてくれてるこの部屋を。へえ。ちょっと適当なこと言ったけど。え？適当なこと言ったけどこんな狭い家そんなかかっとるのかいな。30分ぐらいかな。あ、盛りすぎだよ。だいぶまた4倍ぐらいだった。うん、嘘つきやんもうちょっと大きめに言ったからさ、あのオーバーな感じでさ、出えへんか、30くらいもええやんってなるやんか、入ってるやんおせよってなるまあ俺はでもはっきり知らんけどね、何本か分からんけど、まあ、やってもらってますわ、うん、まあ、これが、5個目ね。次6個目が何かというと、これはっきり物だけ見てもなんてことないね、うん、これスイッチロボットって書いてて、別にこれが何っていうのは感じやんか、うん、で正直金も全然見たこともないし見覚えもないと思うんだけど、うん、これが全てのリモコンとつながってんねん。へえ。例えばテレビのリモコン、うん、照明のリモコン、うん、もうありとあらゆるリモコンここに覚えさせてね、インプットさせてねんか、うん、だからここのアプリだけで全部リモコンを完結させれんねん、うん、この下のさ赤のスイッチボットってやつあるやん、 S って書いてるやつ。へへ。でこれをポッと、これこのアプリやねんけど、ここ押したらすごい白飛びちゃって、うん、このカーテンとかテレビとかライトとかも全部これでいじれんねん、エアコンとかも、うんうんうん、例えばこれでじゃあテレビを電源入れようと思うとピッてやったら押せれるし、うんうん、それ以外にもライト、あもうこれ消そうかなと思ったりしたら、うん、このメインのライトもね、でエアコンもこれでピッてやったら27度とかで押せるし、でこれアプリでやるの俺はめんどくさいから、もうさらにこれをアレクサにつなげてる。アレクサにつなげたらどういうことかって言ったら、もう次アプリ開かんでも声で反応すね。だからライト消してって言ったら消えるし、カーテン開けてって言ったらカーテン開けてくれるし、まあ、それで自分もやってるやんか、うん、アレクサなんとかしてとか言ってもうなんで聞いてくれないのよって言うんだけど、はい、という感じで、まあ、これがね地味に結構使えます。便利、一気に便利になるからね、うん、いいかなと思います。で最後はねこちらのマットレスで、このマットレスが、まあ、最大にして最強のアイテムで、これ買った人みんなめっちゃええなって言うけど、まあよかったよな、うん、でこれがねいろいろコアラマットレスとかなんかいろんなマットレスあって、これはグーグルってやつなんだけども、大体どのマットレスの会社でも一回買ったらなんか100日間は返品できますみたいなのがあるねん、うんうんうん、だからまあそれでなこう試していくっていうのもいいやろうし、まあ、もう我が家はねあまりにもこう気に入りすぎたからカバーを外しちゃってんな、うん、でもダイレクトに寝れるようにしちゃっていやマジで肌触りいいんだよね、こんな感じでね、うん、でこうやってバンって寝るみたいな感じだけど、この沈み方もめちゃくちゃいいから、うんうん、そんな感じでやってます。だからね旅行先とか行ったりしたら、逆に旅行先のホテルとかの方が寝心地悪いねんな、うん、そうなんだよ、疲れんねんな。で今まで行った旅行先、ホテルにしても旅館にしても全部寝心地悪いやん。もう多分もともとはいいんやけど、うん、なんとかさ、なんとかベッドしようみたいなね書いてあるけど、けどまあこれに比べるとなぐんと落ちちゃうから、まあ慣れってのもあるしね、まあこれを気に入って寝ております、うん、で僕はおかんにもねこれ去年プレゼントしててみたいな、うん、
ていう、まあ、以上7点かな。その中でとびっきり一番良かったなっていうのは何が一番良かった？洗濯機か、うん、確かにな。マットレスか。そうやな。でも全部いいんだよね今言ったやつ、うん、全部も欠かせないっていうかさ、まあ、まあ掃除も勝手にしてくれるしな、うん、声で反応するしな、うん、そうそう声も必要だし手洗いも自動でやるし、うん、鍵も絶対必要だし、うん、もう外されへんよな。外せれない。一回やったらもう沼やな沼家電よなこれ、うん、沼家電ですな。はい、ということでね、まあ、今日は実際家で使ってるおすすめのアイテム7選みたいな紹介したんですけど、これ前回もね結構かぶってる部分とかあったりすると思うんですけど、まあまあかぶるぐらいいいものやということでね終わりにしていきたいなと思います。まあ、今回キッチン関係はね僕全く触ってへんからどこに何があるか さっぱりなんですけど、またサードチャンネルぐらいで、うん、ご紹介いただければなと思いますので、うん、サードチャンネルぐらいでキッチン用品、キッチン用品じゃなくても今年なんか私が買ってよかったものみたいな、あお米炊けた、あ、まあ、終わりにしましょう、はいはい、ということで本日はですねおすすめ7選をご紹介させていただいた動画になってます。また別の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ペコリー。